はい、皆様、今年1年とうとう終わりましたよ。うんじゃないですよ、マーク。今年1年どうでしたか。疲れた。いや、ゆうすけくん、動画的に言ったらゆうすけくんが一番出てないですよね、この動画に。ね、疲れたよね。まあでも、ほんとゆうすけの動画で言ったら、イマソンくん、マッソンくんとマッソン、ね、行ったやつ相当釣れとったね。あれも疲れたなね。でもエンディングとオープニングを撮ってないという必殺技を使いましたよね、マッソン。まあでも楽しかったね。ね、で伊藤ちゃんの動画といえば何のこと、マッソン、ヤギ、ヤギだね。ヤギっちが俺が出てない時のイジリスね、多分。俺がおらんけ。え、おるやん。いや、人間釣りしてなかったよ。人間とか伊藤ちゃんの動画ちょっと何があったっけ。新日鉄が一番最近出た。それなんですかね。伊藤ちゃんのロットを頑張っても撮ってくれる。あー、そんな数薄いとかやめよう。あー、だからイズムさんとコラボ動画を撮った時、伊藤ちゃんが仕切ってやってくれたのね。あー、それあったっすね。うん、あ、ほんと思いました ね。あのロットの動画とかも結構伸びて、結構みんな見てくれたと思う。へえ、はい。なちゃんはじゃあ、なちゃんやっぱブレディ、やっぱりブレディ。なちゃんはほんと最初の頃、初期の頃、なちゃんのなんとかリグとか言って違う、サブアカで脱いじゃん。サブアカで脱いじゃん。ねえ、なちゃんマジでサブアカ脱いじゃん。そっち10万人ぐらいおるんやないかろうね。すぐ検索しよう。いや、ほんとなちゃんね、最初の頃からいろいろタックルボックスだったり、そのブレイディだったりテキサスだったりの動画も結構今伸びと、ね、で、ベイトフィレスのやつで50億作ってね、見た。あれベイトフィレスでテキサスでしょ。そうベイトフィレス測ってないんだ。あ、そうっすか。いや、測った。もうやめて。絶対ねえ。全然いいやつを用意しております。40センチで、じゃあ、マーク、じゃあ、はい、もう一個いこう。マークの動画、俺気持ちいいしかない。いや、もう、マーク、いや、でもこの人は、もう、いいか悪いか分からんけど、おもれ悪いじゃん、悪いよ、もう編集大変なんやけ。すぐもう、ほんと、なんかピーチすぐ言うピーチ。じゃあ、マーク の出た動画で一番印象あるのは、エスケープツインで俺の上でめっちゃ鬼腹筋してた。あ、4人でいたところじゃん。俺だけ。俺もなかった。じゃあ、ユウスケはあと途中参加したところやろ。ああ、朝は3人で行っちゃった。それなんすか。あの動画はすごかったね。俺が1投目やってたやつやろ。2投目やな、あった。いや、3投目やったね。いや、あの時のマー君のキショッみたいな、その前日にエスケープツイン持ってないよ。そう、持ってないよね。シビしか持ってなくて、スケープツイン持ってねえよねっつって、翔ちゃんちでもらったやん。そう。で、トイやん、俺らしくするけ、とかやったやん。そう、負けた。俺も、マークイコール、ファットギュニックのイメージしかない。ファットギュニック面白かったからね。ただね、ただ残念やったのが、あっこゴーゴー言ったよ、風が。そう。あれ、タックル紹介かなんか。そう、タックルバック紹介で、ただ風が強い音楽川でするという無謀な挑戦をしたんやけど、まあ面白かったね。あれ風が吹いてなかったらあと10倍面白かった。じゃあ最後は私でしょ。自分で言っていい。何も言えちゃう。ちょっとそれだけはして、結構釣ったよ、いろんなルアーで。何も言えちゃう。ゆうすけ見た。ゆうすけ結構見てくれた。翔ちゃんの見てねえやろ。絶対見てねえやろ。みんな絶対見てねえやろ。翔ちゃんの動画で200回300回言ったの、自分自身がずっと。いや、でも、まあ、自分自身で言うとミプロの回しもない。いや、でもデスサイズは本当に釣れた。え、マムどうなの。お、俺ボコボコ。もう俺大変だよね。水中にね、魚かけてくれる人雇ってんよ、俺、金出してから。翔ちゃんがデスサイズ投げたらかけてくれっつって。やべえ、今からの時期高くなるわ、これ冬場やけ。ああ、もう寒いわ。
アバサリー頼まないと。おー、ほんとやもん。ほんとちゃん水が鍛えてる。でもデスサイズはほんとに釣れた。で、まあ、50アップ結構釣っとるけね。言うて50ないけど測ってないけど。めっちゃ突っ込い。で、ジョイクロやろ。多分45ぐらいやでかく見せた。40でかく見せた。5センチぐらいサバ40、まあ、ジョイクロ、ジョイクロ、デスサイズ、デスサイズ、ウェーン50以上80 まあ、まあ、デスサイズ、ジョイクロ、ビリケンビリケンはなっちゃえ。もう今みんなあの動画でちょっとちょうど枠で切れとるかもしれんけど、ちょうどなっちゃうの足がビリケンみたいになったもんね。ビリケン失敗のビリケン。あれ大阪のあの金色のあのそうそうそれ金色あのね、あれどこやったっけ、あれいつやったっけ、あれお盆かね。あ、そうそうそう、お盆の連休中にね、なんやでね、もうさ一人でボーボー釣っちょうでさ、耳ぶっこいてね、岩の上に座ってこうビリケンみたいな。俺後ろ振り返ったらさ、ビリケンの方が見えてる。足の裏さ、どうすか。いや、サロンが俺たちなかなか釣らんかったよ。サロンかなと思って。いや、ビリ、ちょっと待って、俺だけ釣らなかった。俺だけ釣らなかった。いや、多分、こそ釣らどうすか。マジでサロンが飛んだけど、足の裏ゴシゴシしてない。マジで。いや、思うよね。まあまあでもほんと今年はそのルアーパワーっていうか結構ね釣らしてもらったよ、50アップ。うん、で最後の最後にほんと18で釣るし、その3位入賞もできたっけ。まあダブル18いつ釣ったっすか。18はこの間のあっちょっと釣った忘れたんですか。一緒に出ましたやん。あれ48っすもんね。やっぱりいいと思ったじゃん。48の 1.2 キロぐらい。まあで、まあそんな感じでいろんなルアーを使わせてもらって、うん、バンバン釣らしてもらって、まあ本当いい位置になったなと思って、あとね、あといろんな方とコラボさせてもらってすごい、うん、いい充実した1年でしたね。いやもう最高やね。でその、まあ、メーカーさんも含めて、あの、うん、え最初はワールドさん含めてタックルポイントさん でポイントさんもタックルポイント。もうね、まあ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 さんと、ね、ワールドさん、ブランさんも一応軽く、そうやね、うん、はい、今年に入って、まあ、結構いろんなメーカーさんとお付き合いさせてもらって、まあね、いや本当いい人たちばっかりですね、そう思います、つくづく。で、でもね、やっぱ今度無名のね、自分らもそうそう、ほんと始めたばっかりで、1年経ったぐらいか。いや、もう1年、ちょうど1年で、これ動画出して、ね、年明けて1月4日か5日ぐらいで1年。あでそれでチャンネル登録者数もね、480、うん、今現在で481人、うん、してもらって、で一番伸びた再生回数でも、まあ、5000回近く回してもらって、ブレディ、うん、そう、柳川の大会ですか。本当に481人なの？481人レッドカフェ。まあ分からない、これ見てレッドカフェ。おー、481人。今現時点で481人の方に、視聴者の方に登録してもらって、まあでもそんだけ見てもらうってことは、多分登録してない方でも見て、登録してない方でも見てくれてるってことだから、うん、まあありがたい話ですよ。まあ来年もね、ぜひぜひぜひ。ではちょっと代表としてリーダーのしょうちゃん、はい、来年の抱負を、はい、頑張ります。はい、ここからは自分たちが、まあ、今年一番使って釣れたルアーを紹介していきたいと思います。うん、はい、うん、まあ一人ずつ紹介してもらおうかなと思ってるんで、まあ自分の今年一番のフェイバリットルアーを紹介してください。どうぞ。これじゃないけど。それじゃないんかい。これじゃないけど。はい、ファットイップ3インチ。ファットイップ3インチ。はい。まあリグは。リグはあれ何しても釣れる。何しても釣れる。テキサスとか。瞬的とか。ほう、瞬的。エビダンと。エビダンと。ノンシンカーと。ノンシンカーと。もう要するに全部。ほう。全部釣れる。カラーはちなみに何が好きですか。カラーは好きなの使ったらいいんじゃない。あのチッチとかでいいですか。うん、何でもいい。ああ、何でもいいですね。あの釣り部屋行って。はい。これやと思ったら、はいはい、何でも釣る。ただもう、あんな山、全国と一緒やけ。わかりました。そしたら、ファットウィップっていうことですね。イエス。はい、了解です。ありがとうございます。は
はい、伊藤ちゃん。はい、伊藤ちゃんのフェイバリットルアーを。はい、はいはい、自分はエスケープチビツインですね。あらー、釣ってましたね。これですね、チビツイン。確かにカラーはちょっと違うんですけど、はいはいはい、チビツインどういう使い方を、ちなみに。主にダウンショットが多いですね、俺は。ダウンショット、はい、来られる。まあ、はい、まあ、じゃあ伊藤ちゃんの今年のフェアバリットルアーはエスケープチビツインとですね、いうことですね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、はい、いや、転がってますやん。はい、まあ、マークのフェイバリットルアーを聞きたいかなーっていうのがありますね。なんで急に。オキアミ。やっぱりオキアミ。オキアミは間違いないね。青ケブ。俺が言おうとした今。国会。国会やっぱその辺かな。あとダブルシーン。まあ、なんて言っても肩ボール。いや、これはね、マーク喜んだもんね。ね、もうもらった瞬間、こうしたわ。マジでもらった瞬間、加藤さんありがとう。いいですね。はい、まあ、やっぱり HP かな、一番は。 HP がね、結構投げよったね。うん、まあ、カラーはこんな感じじゃないね。結構いろんなカラー使う。ね、あ、でもネオンワカサギは好きかな。と、あとはあれやね、グリパンブルーフレークみたいなやつ。あー、いいね。あれは結構好きかな。ちょっとね、水質、水の色関係なくね、素晴らしいですね。使えるしね。来年もこれやっぱデスサイズかな。毎日デスサイズ投げる。嘘つけ嘘つけ。まあ、そんな感じで、まあ、マークのフェイバリットルアーでした。はい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 、僕のフェイバリットルアーはこちらですよね。もう絶対言うと思ったでしょ、みんな。絶対言うと思ったでしょ。いや、誰も思わんかい。いやいやいや、嘘つけ。いや、もうこれはもう絶対です。まあ、3.5 インチ、3.75 インチはだいぶ今日、今回は使い込んだ。今日今日使った。今日じゃない、今日は使ってない。でも、だいぶ使い込みましたね。これはもうテキサスだったり、変な話、レコリグとかも捨てた。すごい場所だね。いや、ファンサービス。ファンサービス、素晴らしい。ファンおるんすか。ばあちゃんがね。素晴らしい。はい、ばあちゃん。ばあちゃん。はい、デスサイズ、はい、これはもう間違いないですね。これはもう一押し。はい、そんな感じです。僕のフェイバリットはデスサイズの 3.5 インチ、3.75 インチテキサスリグだったり、まあ、猫リグだったり、何でも使えるようなバックスライドもするみたいな、まあ、本当にいいワームになってます。はいはい、次次、はい、プラグ。あ、プラグ。あ、もうでかいの釣らせてもらいました。18、うん、MR。まあ、SR もあるんですけど、僕は MR を買って、まあ、好きなカラーはこのね、クラウンカラーが僕のフェイバリットルアーは18かなって思います。まあ、でかいの釣らしてもらったんで、これからも来年も使い込んでいきたいなと。まあ、18いいルアーなんで、皆さんぜひ使ってみてください。はい、なちゃんの今度はもうみんなもうおのおの好きなことしてますね。そうですね、好き放題してますね。好き放題してますね。はい、ナチャーのフェイバリットルアー、まあ、多分ね、デスサイズ中と思うまあ、多分やけどね、デスサイズ中と思うけどね。あー、なるほど、うん、まあ、いや、わからんよ、わからんけど、うん、まあ、本人の口から聞こうまあまあ、そうですよね、はいはい、デスサイズやっぱり。うん、もう言うと思った。まあまあ、デスサイズもね、はい、そうですね、デスサイズはね、ほんとで、多分あと、チャンクロー中もねいやいや、マーク、マーク、めっちゃ言ってますよ、マーク。マーク多分ね、あとね、チャンクロー中やろうな。わからんよ、わからんけど、本人から聞こう。はい、チャンクローチャンクローなんですね。あ、チャンクローでも 2.8。 そう、2.8。あ、なるほど。それをなんで使うか、俺もちょっと。いや、多分やけどね、多分やけど 5g のテキサスで使うよね。ベイトフィネス、ベイトフィネス、わからんよ、ベイトフィネスのノットで多分 5g のライトテキサスを多分投げると思うよ。で、5ショップ釣るよね。多分グリパンなんよね。いや、わからんよ、わからんけど本人から聞こう。めっちゃめっちゃ言って。いや、わからんばい、わからんけど、わからんけど、俺の予想ね、うん、多分俺やったらこうするやろうなっていう予想。まあ、本人から聞いとこう、わからんけどね。あいなちゃん、だいたいアフター狙うやったら 5g のテキサステキサスかい。そうそう、で、コツコツしたとこ。ああ、そうですね、言いますもんね。どこで釣れたんですかって聞いたら、もう絶対ゴツゴツしたとこって言いますもんね。ゴツゴツしなくてもゴツゴツするね。そうですね。
はい、もう一回見せてください。チャングロ、はい、チャングロ、うん、はい、素晴らしい。はい、はい、チャングロ、何のカラー、エビ味噌、エビ味噌、エビ味噌とかあったっけ、チャングロに。うん、あ、あるね。あ、あったあった、あった、はいはいはい。テキサスつながりね、あとよく使うのは、いや、わからんよ、わからんけど、まさかドライブシュリンプとか言わんよね。いや、わからんわからん、ちょっと本人から聞いとこ。あ、聞いてみましょう。サンイッチじゃないですよね。いやいや、わからんわからん、わからんわからんけど、一応本人から聞いちゃおう。あ、テキサス多分サンイッチだと思ったからね、うん、はいはい、テキサスつながりで、まさかやけど、グリパンやないよね。グリパンブルーフレークとかやね。それもまさかあれですか、ベイドフィネス。グリパン違う、いやいや、多分テキサス、テキサスで、いやいや、わからん、聞いちゃおう。うん、ドライブシュリンプ、サンイッチ。え、リーグは、うん、テキサス。え、タックルなんすかね、ベッドフィンス。あー、素晴らしい。マー君、ごめんね。言っちまった。あー、素晴らしいですね。そうですね。まあでも、なちゃん、ほんと今年釣りましたね。ベッドフィンスの入館の時も。入館、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 どっかなんか、え、どっか入った。入港の時も、ほんとでかいの釣りましたよね。いや、ほんと素晴らしいと思います。でかかったあれ、あれ50あった、50あったよ。まさか 49.9 とかね。それこっちや。違うわ。いや、でもほんと素晴らしいルアーですね。でも、ナチャイコールやっぱなんかブレディっていうイメージが強い。ああ、はい、はい、ブレディですね、ブレディですね、うん、うん、よう釣りましたね、ナチャン。そうですね、あの、5番際をね、ちなみに、ブレードは何だっけ、コロラドとウィローがね、うん、コロラドとウィローがありますね。で、結構、HP シャットテールと、あと、あれを使えたんですね。でも、今年はもう HP シャットテールばっかり、あの 2.5 インチが多いですね、うん、はい。ブレディはもう、ほんと投げて巻くだけで釣れますね。そう、あの、ルナちゃんのね、そう、ルナちゃんの動画もブレディ、ブレディ釣れましたね、うんうん。ブレディはお世話になりましたね、今年。そうですね、動画自体も結構ブレディ見られてますね。そうですね、うん、素晴らしいです。まあ来年も使い込んでガンガン超過上げていきましょう。はい、はい、まあ、そんな感じで皆さんのフェイバリットルアー紹介でした。はい、それではご視聴ありがとうございました。はい。